サダは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカダコルーニャに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は14,870人。住民故障は、せず、エッサ、または、男女同系の差ンセ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は 88.、88.74%。サダは、ベタンソス司法管轄区に属す。 自治体市長は、ガリシア国民党のエルネスト・アニード・バレーラ。自治体表議員は、ガリシア民族主義ブロック、6、PDSP、6、ガリシア国民党、2、ガリシア社会党、2、ASU、1となっている。サダは8の教区に分けられている。都市計画と、史跡。 歴史的建造物に対する認識の欠如で多くの考古学的遺跡やモデルニスも建築が破壊された。今日残っているものは以下のものである。ありがとうございます。